日本北海道道央道央とは、北海道の地域区分の一つであり、道道の主要部を指すことは、旧市町の管轄区分。明確な定義づけはないが、以下の地域が道央とされる場合がある。例えば、北海道庁による地域生活経済圏では、札幌市の小売証券の札幌経済圏とされる、石狩、空地、尻部市、胆ぶ日高の御市町を、 同王権としており、市場規模は約340万人に及ぶ。経済圏の詳細は、札幌経済圏を参照。また、札幌地方裁判所の管轄区域は、石狩振興局、日高振興局、空地総合振興局、胆振総合振興局、しりべし総合振興局となっている。しかし、以下に見るように、胆振総合振興局、日高振興局は、 同王ではなく、同南に分類される場合がある。逆に、上川総合振興局やルモイ振興局、さらには、十勝総合振興局までも同王に含められる場合がある。例えば、イブリ管内の室蘭市に本社を置く、同南バスの主な営業地域は、イブリ、日高管内であり、また国土交通省、川の防災情報は、イブリ、日高とともに、 しりべしも道南として扱っている。これと似た事例で、旭川市に本社を置き社名に、同央を関する企業も存在する。国土交通省の地下工事では、上川総合振興局の塩狩峠南を、独立行政法人農業、食品産業技術総合研究機構でも、同様に、上川盆地や富良野盆地など、上川管内南部を同央の一部としている。さらに、 農林水産省の地方組織である北海道農政事務所では上川総合振興局、留萌振興局全域を同応に含めている。観光業界ではまた得意な地域区分も見られ、上川管内南部の富良野地区を同応に含めたもの、さらに旭川地区をも含めたもの、さらには上川管内の他と価値総合振興局管内まで同応に含めたものまである。一方、 道央、地図上の北海道中央部である上川、空地管内に置き、胆振、り、日高のほかしぎべし、石狩まで道南に含める道外観光業界もある。東央の面積は北海道全体の2割強に過ぎないが、人口は北海道全体の6割余りに及ぶ。ありがとうございます。